なんかあの亀怪しいな。食べ終わってなんかそわそわしてるんだよな。まさか食い逃げしようとしてるんじゃないだろうな。あ、席立った。あ、走った、逃げたぞ。ちょっとお客さん。なんですか？今逃げようとしましたよね。え？逃げようなんてしてないですけど。いや、逃げたじゃないですか、突然走り出して。いや、これもうそろそろ運動会なんで走る練習を。いや、嘘つけよ。なんで走る練習店の中ですんだよ。いや、走る練習というか、走ってトイレに行こうとして。トイレは逆だよ、こっちは出口しかねえだろ。いや、違う、トイレというか、外でしちゃおうかなと思って。汚ねえな、なんだよその言い訳。いや、なんかあの木のところでしたらスッキリするかなと思って。人めっちゃいるぞ、スッキリするわけねえだろうが。いや、それってあなたの感想ですよね。は？スッキリするかしないかやってみないとわからないですよね。なんなんだよお前。じゃあやってみろよ。え？あそこでやってみろよ。嫌ですよ、あなた変態ですか？お前だよ。なんであんなところでやらそうとするんですか？お前がやりたいって言ったんだろうが。もう食い逃げの言い訳はやめろよ。食い逃げじゃありませんよ。食い逃げだろ。ちょっと雨が降ってきた気がして気になって見に行ったんですよ。そこの窓から見えんだろ。それってあなたの感想ですよね。感想じゃねえよ、事実を言ってんだよ。いいや、感想だ。アホなのお前。アホかどうかなんてのもあなたの感想ですよね。え？ああ、まあそれは感想だよ。ほら見ろ、そういうことだよ。じゃあ帰ります。いや、ちょっと待てよ。え？何帰ろうとしてんだよ。いや、なんで帰っちゃいけないんですか？金払ってねえからだよ。金払ってないって、それあなたの感想ですよね。感想じゃねえよ、実際払ってねえだろうが。そもそもなんで僕が食い逃げすると思ったんですか？いや、だからお前が。それはあなたの感想ですよね。いや、感想っていうか、そういう雰囲気出しただろ。雰囲気だけで疑われたらたまったもんじゃないですよ。じゃあちゃんとお金は払うってことだな。それは無理ですよ。なんでだよ。ちゃんとした理由があるんですよ。え？何？お金がないんですよ。じゃあ食い逃げじゃねえかよ。食い逃げってそれあなたの感想ですよね。お金がないだけです。だからそれも食い逃げだろ。逃げずにここにいるじゃないですか。俺が捕まえたからだろ。逃げたじゃねえかよさっき。だからそれはあなたの感想ですよね。うるせえなお前、さっきから感想感想。もう警察呼ぶわ。え？いや、それはちょっと言っても意味ないと思いますよ。それってあなたの感想ですよね。え？僕は意味あると思うんで呼びますね。いやいや、それってあなたの感想ですよ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 ね。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録。